Here we go. さあ、リングにきらめき輝くこの男、天才児丸藤直道が入場してまいりました。怪物レスリングモンスター杉浦隆が入ってまいります。杉丸藤、丸藤特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー205ポウンド丸藤直道、丸藤赤コーナー杉浦230ポウンド杉浦隆之。杉浦運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。腰を落とします。ストマックに落とします。組み合います。コーナーに振った。組みに行きます。逆に振り返して、あっと、逆に切り返した。跳ね上げてまいります。掴んだ。アマルス式でリフトしていった。なんて言うんですかね、プロっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。チョップがうなってまいります。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。蹴りを見舞ってまいります。フライングメイヤードラゴンスリーパーに入ります。ロックアップ。ロープに飛ばした。ランニングしたらエルボー。掴みます。あっと、エルボー。ストマットを打ち込みます。強烈ヘッドバット。掴んだ。ヘッドバット。
つぐか。バックフリップ強烈、カウント入る。カウント 2.5。 うまくクリーンヒットしましたね。はい、ブロッキー状態か。ガードした。ジャンピングエルボー。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。ブレンバスター行くのか。ストバックに突き刺さった。担ぎ上げるのか。バックフリップ、さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。すごい音がした。ハンマーパンチ強烈、狙っていく。いけるか。あと逆に投げていった。バックにはジャーマー、綺麗な人間鏡。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。ハンナを落としていく。打たせない。あと首から突き刺さった。さあ首をかっきった。首やった。コーナーに振った。バク転を越えた。リバースの DDT。 フロントに捉え、フロントからの投げに転じる。10分経過、10メレッツゴー。サイドを取った。強烈リフト式の反り投げ。引き起こす。腰を落とす。ここはチャンスですね。そうですね、ここは一気に攻めるしかないですよ。あとうまく切り返した。トゥーカウント。腰に手を読んでいます。まさに読み切り小説。耐えました。首根っこを掴んだ。頭突きを打ち込む。させません。頭を掴んで、あと逆に蹴っていった。対角線に飛ばした。あと逆にキック。足を狙っていった。足を抱えた。バックを取って小脇に抱えた。エルボーで切り返す。担ぐか。バックフリップ起こした。バックにはジャーマンスープレ